なんかよりなんか世の中の異変とか変化が激しくなると思うんですね。なんかその激しく変化していく方向がね、皆さんにとっても心地よい、僕にとっても心地よい方向になってくれればいいんですけども、まあそうでない場合もあるかもしれない。でもとりあえずは気が合う人たちが集まった中で、できるだけみんながのんびり信念を捨てて楽に生きていける、そういう世の中にこれからなる。それが今回のアクエリアスの時代だと、いうふうに聞いております。皆さんもぜひ、その、アクエリアスの時代を体現できるように、頑張る必要はありませんけど、笑いながら信念を捨てて、ね、その辺歩いてたら飲み屋の中で変なおっちゃんがちょちょちょっと言ってたら、まあ、たまには行ってみても、たまには行ってあげてもいいです。こういう人がいたらちょっと危険ですけど、はい、どうもご清聴ありがとうございました。あ、わかりました。じゃあちょっとこれ消していいですか、もうこの辺ね、それ説明するためにちょっと場所がいるので、例えばね、まあ青で書きますけど、例えばですな、僕もね、 あんまり真面目に勉強した方じゃないので、これ記号だと思ってください。まあ数式なんですけどね、方程式。これナビエストークス方程式って言って、水とかそういう流体の方程式です。まあこの形だけ見てください。これに比べて、こう、これが量子力学のシュレーディンガー方程式って言うんですけどね。で僕らは見てね、こっちの方がより美しいと思うんですよ。こっちはそれほど美しくないと。で僕ら物理学者はね、じゃあこれは美しいと。で他にね、ディラック方程式っていうのがあって、M だったな、こういう方程式もあるんですよ。こっちの方がより美しいんです。こっちは美しい、こっちはより美しい。で要するにね、その物理学者のこの方程式が正しいのか、これが正しいのか、これが正しいのかっていうことを判断しなきゃいけないときに、実験結果とかなんとかに頼ることはしないんですよ。真っ先に美しさで決めるんです。一番美しいのが一番基本的な正しい真理を物語っていると。だからアインシュタインが昔そんなことをやりましてね、アインシュタインの宇宙方程式っていうのがあるんですが、宇宙方程式っていうのがあってね、Gμ の D に GdxμDxμ、イコール、もうだいぶ酔ってるな。ちょっとこの辺ね、少し違うかもしれません。この辺若干違うかもしれませんので、まあ、Tμ だったかな、なんかここに定数が来るんですね。なんだラムダか、まあラムダでした。ラムダの Tμ、 それともう一つ方程式があって、この Tμ 使って Tμ イコール、G
μ ν プラス、ここがポイントなんですよ。ニューの、そうか、デルタミューニューか。ここにね、これが、あ、デルタじゃない。ラムダだ。ラムダ。大文字のラムダ。これがね、ゼロか、あるいはゼロでないかっていうのが大論争になったことがあって、このこれとこれのペアで宇宙の全てのことが、ね、大きなスケールでは決まってくる。このラムダ、宇宙光というんですけど、こいつがゼロなら、この宇宙はその、振動するんです。だから今どんどん大きくなってるけども、そのうちちっちゃくなってくる。これ繰り返す。これがゼロでなければ大きくなりっぱなし、だからもうちっちゃくはなんない。当時アインシュタイン以外はみんなゼロだと言ったんです。ゼロだって、ゼロでなかったら大きくなっちゃって、このままうちはどんどん大きくなって、もう無限大になってしまって破綻してしまうと。だからこれは絶対ゼロだとみんな言ってる中で、アインシュタインだけがゼロでないと言った。そのうち観測技術が進んで、宇宙のいろんなことが、膨張のスピードとかいろんなことが分かって、分かったのがゼロではないんです。でもアインシュタインは最初になんでこれをゼロでないと言ったのかというと、ゼロでない方がこの方程式が美しいからだ。で、美しいと思ったのが何の根拠もなく美しい、ね、この足は美しいと、何の根拠もなく足は美しいと思って、ちょっとストッキング破らせてと言ったら本当に美しい足が出てきたと。これ神様が教えてくれてるんです。アインシュタインだってね、あのこの定数、宇宙光っていうこの定数がゼロかゼロでないかって、自分以外みんなゼロだって言ってる中で、いや、ゼロよりもゼロでない方が美しいと信念を、まあ、信念持っちゃったんだけどね、美しさの信念を。でも神様はそっちに軍配を上げた。つまり美しいという基準で物理学者が物事を見る方がより真実に近いんです。だから農業も多分美しいということを基準にした方がいい農業なんだと思うんですよね、神様が喜ぶ。あの、だから無農薬にして、だから、奇跡のリンゴの木村さんみたいに、あのミミズとかね、虫っ子がいっぱいいる土でいいんですよ。あの雑草が生えてる方がいいんですよ。その雑草の中に、あのお米でも、あの普通のね、あの豆でも何でも育てればいいんですよ。でもきちんと区分けして、きちんときれいな、あれ 見栄えがきれいだけども、神様の目にはきれいじゃないんですよね。で、美しい農業を目指していただけるんならね、僕の希望一つだけ、今のね、日本の農家で農業をやってる方、ここ一つだけ変えてほしいっていうのが昔から僕の気持ちの中にあって、それはね、農業する時の服装。もうどうでもいいね、ドロンコンなんだから、もう分かりますよ、ドロンコンなんか一番こんな僕のジーパンみたいなこんなんでね、やるでしょ。いや、せめてね、かっこいいなんかこうね、あの制服、あの地球防衛軍とかね、書いて地球守ってんだからね、ねえ、で、あ、まあ、そう、そう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 、だから本当にね、あの農地防衛軍とかね、農業防衛隊とかね、堂々と目立つ色で、でかっこいい制服作ったら、もっとみんな農業にします、来ますよ。あのトラクターだってね、あんなもういかにもトラクターってやめてね、もうなんかスーパーカーみたいなんで。
ぜひそっちの方も実現していただければ。